どうも、キスケです。本日は身勝手使っていこうと思うんですけど、今の PVP で身勝手って見ますか？まあ見ないっすよね。かなり減ったというか、まあビーストが追加されてぐらいからもうめきめき減っとったとは思うんですけど、まあ見ない。ただ忘れないでほしいのが、こいつは4周年の目玉キャラクターなんですよね。こんなに早く消えていいキャラクターではないと思うんですよ。性能も性能で、まあ別に弱いっていうわけではなくて、まあ、こいつより強いキャラクターがどん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 追加されるもんやから、もうそれ仕方ないんやけど、悲しいよね。運営さん調整もうちょい頑張ってほしいなっていうところではあるんですが、身勝手まだ戦えると思います。それはまあこいつらと組み合わせることによってですね。はい、このパーティービースト、悟空ベジータと組み合わせて身勝手を使う。孫一族でしっかりまあくくられてはいるんで、まあ、そこそここのパーティーやったら戦えるんじゃないかなって思うんですよね。でいい感じにこう時間稼ぎして、特殊カバチェンで出してみたいな感じで、こう妨害役として機能してくれれば、まあ、アタッカーはビーストと悟空ベジで十分間に合うんでね。その辺をちょっと意識しながら使っていこうと思います。よければチャンネル登録・高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。何パーティーだろうな。混血劇場みたいなパーティーなのかな。対戦やっていきましょう。身勝手から先発でいきます。遠慮はいらねえ。 OK、 攻めるね攻めるね。オッケー、結構攻めてくるから射撃アーツで撃っていいんじゃね。はい、まさかのパンちゃんで撃たないのか。オッケー、これはしっかりとね、ちょっとチェンジアビリティ使いたいなっていうところなんですが、間に合っていく。いいですよ、がっつり殴っちゃいます。はい、いや悪くない、火力的には。これは時間稼ごうでこうと。いや身勝手はマジ時間稼ぎ役としてかなり強いと思うんだよな、まだね。うん、ただいろんなキャラクターがやっぱり出てきちゃったから、その辺がまあどうなるのかっていうところではあるんだよな。はい、いやー火力的には悪くないよ。はい、まあしっかり孫一族で組まれてるんで、まあ弱いわけはないとは思うんやけど。はい、でーん、必殺圧終わらせてやる、吹き飛べ。ああ、惜しい。死ぬ、死なないか。まあ気力なくなってからチェンジアビリティで回復しよう。うわー間に合わない、もったいねー。さよなら、 ありがとうございますありがとうございますいや悪くないんじゃない。さあマッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。なかなかいい凸してますね。一応ね、身勝手僕凸上がったんですよね、今回の悟空ベジータのガシャで。確か赤二凸、赤一凸やったかな、赤一凸か赤二凸かなんかで、まあ凸が1、2個上がったんですよね。許さねえぞー、ありがとうございます。はい、がっつりと殴っていく。あ、最悪。はい、めちゃくちゃもったいないことしちゃったマジかよー。必殺圧165カウントで最初の特殊カバチェン消えるんでね、それを目安に戦っていきましょう。通常で返して打っちゃいます。はい、全然キャラチェンしないんでね。はい、ライジングパンちゃん、さよならありがとうパンちゃん。マジで一番ヘイトを集めてるキャラでしょパンちゃんって。あざっす。これはウーマです。
わりかし相性いいんじゃない？マジでビーストと極ベジで殴っていきたいわけやから、その二人の時間稼ぎをできる身勝手っていうのはなかなか悪くないんじゃないかなって思うんだよな。ありがとうございます。アルタマザース、カウンター、はい、オッケー。タックル見られてないはず。ちょっと遅らしたんで、いいね。来ないか。パンチ、くらい範囲得した。あ、入る、マジそれはありがたい。はい、がっつり殴っちゃうよ。いや、いい火力、たまらず回避していく。そしたらこっち、あざしたさあ、マッチングしましたということで、黄緑染めパーティーですね、対戦やっていきます。いや、悪くないと思うんだよな、身勝手。あまりにも悲しいじゃないですか、4周年でついに初めての身勝手の極み。こんな早く廃れることある？ないと思うんだよな、俺は。悲しいよね、さすがに。あざっすなぜこのまま殴っちゃう？悪くないと思いますよ。いやー、いい火力なんだよな、マジで。 OK、 腹パンチ、それはやばすぎ。手札破棄、まあ時間使うか。はい、あーん、せっかく手がダーキー使ったのに。はい、あざっす。はい、必殺発で落とせ。よし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 、悪くないな、火力。はい、びっくりマーク。いや、大丈夫やろ、潰されないっしょ。あざっす。まあ潰される可能性があったのが特殊アーツだったんで、まあさっき使ったんでね、特殊アーツ、まあさすがにないかなっていう読みでライジングいや、身勝手悪くない、ちゃんと機能してる。さすがに落ちるよな、びっくりした。減りが遅かったからさ。カウンター、トントン。マジこれバニシング回復できんの強えよな。なるほど。いや、ちょっと遅れちゃったな。はい。このタイミング。あざした。さあ、マッチングしましたということで、黄緑染めパーティーですね、対戦やっていきましょう。お願いします。いや、身勝手どうですか？地味に活躍してるよね。縁の下の力持ちというか、絶対的なエースではないんやけど、悪くないんだよな。入る、 OK、 棒立ちマンかと思ったわ一瞬。はい、あー、アーマーじゃなくてそのまま突っ込んでくる。バカでしたか。はい、手札破棄痛いな。特殊アーツ捨てないで欲しかった特殊アーツ捨てないで欲しかったわ。 OK、 まあこれは絶対的エースに任せるのが吉。はい、通常悪くないよ。はいはい、で身勝手と。危ない、ああ、強制勝利強い。まあこれ必殺アーツで安定取るか。キャラチェンしないのか。結構効くぜおめえ身勝手見いひんつってもかなりいいダメージは出るよ。さあ、これライジングやね。はい、ライジング、あざっす。まあ極ベジ出されると救出が待機カウント短縮されちゃうんで、まあ、打てなかったんですけど、まあ打つならこのタイミングだったんですが、まさかの特殊圧が読まれていく。クソだるすぎ、クソ面倒です、マジで。全然回避せえへん
どないしたんや。はい、通常で時間稼ぎますか。はい、これがねやっぱ身勝手強いよな。打っちゃうよ。はい、入っちゃう。いいタイミングであれやったね、ユニークゲージ切れたね。はい、特殊カバチェン向こうでライジングって感じ。なんやそりゃ、まあ、気力なかったんでしょうね。いいタイミングでどっか行ったわ。おお、中距離打撃最強、最強戦術、中距離打撃最強戦術。はい、どうする、タックルいくか。入んのかーい。これは勝ちです。割とあけねえやつだったな。次は俺一人で相手をしてやる。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで孫一族パーティーで身勝手使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱりまだ強いですよね。まあしっかりやれることがあるっていうのは環境的にはありがたい話なのかなって思います。逆に強くなった説はないか。そのエースが、まあ、2人もいるんで、極ベジビーストっていう、その絶対的エースにつなぐために身勝手を使うっていうのは、まあ、割かしありなのかなって思うんやけど、そのパンちゃんを外してこいつを使う未来っていうのが見えないんだよな。それほどまでにパンちゃんは強いということで、まあ、たまに息抜きとして、使うっていうのはありなんじゃないかなって思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。